こんにちは。皆さん、英語コーチの香里です。今日もポートランド、オレゴンから配信をしています。I hope you're having a wonderful day. I am having an amazing day today. 今日はすごい学びをしたので、ハッピーです。はい、ポートランドめっちゃ暑い。今日は September 2nd, Wednesday, no, Thursday, but it's almost like 90s degree.90度かな?ファーレンハイトで言うと90度ぐらい。29度、30度ぐらいあると思います。すごい暑いです。It's pretty hot right now. And my apartment is on the third floor. So the sun gets really, I get a lot of sun and I have a lot of windows. So if I keep the window open or blinds open, the room gets super hot like sauna. So I am covering the blinds right now. はい。3階なのでちょっと暑いです。今日はですね、じゃん、スピーキングアップにあると良い要素っていうところを話していきたいと思います。これは英語上級者の方で、すでにね、なんか別にある程度のこととか、普通に会話とかね、レストランで注文とかも別に要件も何でも別に普通に言えるしっていう、人に対しての動画です。で、そう、今ね、英語を学んでる人も参考にしてほしいと思うんですが、英語上級者の人が、多分もっとスピーキング伸ばしたいと思ってると思います。どんな時でも対応してとか、なんか機会があった時に英語が理由で、あ、それはできないとか、仕事とかプロジェクトとか何でもいいんだけど、リーダーとか、英語が理由で引き受けられないとかっていうものもしたくないと思うし、自分の理想とする英語力に近づいていきたいなと思ってるだろうし、多分皆さん貪欲に伸ばしていきたいと思ってるんですよね。はい、思ってると思うんですよね。だから、それで、こういう要素が、私自身、自分自身のことも含めて、こういう要素があると、さらにこう、グググググって上がっていくよねっていうところをね、要素だけちょっとお伝えしたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、8個あります。ちょっと順番に行きますね。ちょっと要素だけ、話すと長くなるんで、要素だけ。スピーキングレベルアップにあると要素、その1は、じゃん。会話力です。会話力っていうのは、英語で誰かと会話をしたときに、どれだけ、自分で楽に続けられるかとか、会話が続くとか、盛り上がるっていうか、自分にとってこう満足のいく会話ができるかっていう会話力ですよね。会話力です。だから会話のキャッチボールで、相手に質問したりとか、相手が言ったことに反応してコメントしたりとか、会話ってすっごい磨けるんですよね。けどね、みんなあんまり会話磨くっていうことをしていなくてもったいないなと思っています。で、私も、英語がいくら上手に喋っても、会話がすごい不満足だと、なんかこう、もやっとするんですよね。しかも、英語環境にいる人は、生活でも仕事でも、相手との関係性を、相手との関係性を良くする、悪くするって結局会話のところになると思うんですよね。うん。だからコミュニケーションが英語でもこう楽に、自分らしくできるかっていうところ、これ本当にスキルなので磨くとね、すごい上手になりますし、知らない人と話したり、誰かとスモールトークするのが億劫じゃなくなっていきますよ。これ会話力ね。二つ目は、対応力。なんかドラえもんみたい。対応力って何かというと、まあそのまま英語で、対応できる力です。なんかちょっと困った時とか、トラブった時に、ちゃんと自分の欲しい結果に相手を動かすことのできる英語力みたいな感じです。はい。まあ仕事をしてる人だったら交渉力とかね、そういうのもかもしれないし、そういうやつ。例えばね、私の今思いついた例で言うと、前、車が動かなくなって、森で真っ暗で、車が動かなくなったんですよ。で、2歳の息子と犬と渡して、怖くてどうしようってなって、まあ、牽引してもらったんですけどね。で、その後、牽引してくださいっていうぐらいの労働サービスの電話だったら多分、なんとかできる。だけど、それで今度、車が来た時に、なんか変なとこに止められて、動かして欲しかった。自分のスポットじゃないとこに止められて、ちょっとここじゃないし、みんなに迷惑かけるから、ここ私のとこじゃないから、ちょっと避けてよって言ったらすごい嫌な顔されたんですよね。で、これを
このもう9時、10時近い夜の、私もだけど、そのおじちゃんも疲れてる中で、おじちゃんっていうかお兄さんだ。お兄さんも疲れてる中で、いかに早く動かしてもらえるかっていうのもね、ある意味対応力だと思うんですよ。だからそういう困った時に、自分の欲しい結果、今すぐにでも車を動かしてほしいっていう結果に結びつくために、まあ、言葉を選んで、相手にまあ交渉するっていうか、お願いする力みたいなのもね、対応力。だってこれできたらさ、すごい怖いものなしだと思いませんかね。なんか、英語の環境で何かこう、チャレンジするのが怖いとかっていう時って、自分が対応できないから怖いと思うっていうのが一つあると思うんですよね。例えば、お客さんに怒られて、それで説明うまくできなかったら、なんかこう、なんか頼りないリーダーだと思われるかなとか、そういう感じ？なんか対応力がね、できるとすごい強いと思います。はい。ってことで、二つ目は対応力。三つ目は持久力。持久力っていうのは、会話じゃない。スピーキングで自分で話し続けられる力。まあ、スタミナ？走るだったら、持久力って言ったらどれぐらい、ね、1時間走れるかとか、2時間走れるかとか、なんかそういうスタミナですよね。持久力。で、ここで言うのはスピーキングだから、どれだけ自分で一人で、英語をずっと話し続けられるか。多分、英語をやった時って話せる時間とか長さって決まってたと思うんですけど、まあ、磨けば磨くほど、持久力ってついてくるんですよ。私の過去の英語コーチのクライアントさんも、録音して出してもらった時に30秒も話せなかったんだけど、3ヶ月やっていくと3分くらいは一人で話せるようになっていくんですよね。初級レベルであっても。だから、このどれだけ今、パッとランダムなお題に対して自分は話し続けられるかみたいな持久力をね、試してみるといいと思います。ほい、次、4番は内容。まあ、内容ってことで、この後に言う残り4つにも関わってくるんですけど、まあ、話の中身、多分、みんなは多分英語を喋れるようになってるけど、日本語だともっと真っ当で大人なことを言えるのに、英語になると、なんかこう表面的なことしか表現できないとか、なんかこう深いところまで説明していけないっていうところを感じるかもしれないので、まあ、内容ですよね。で、そうすると次の4つにつながるんですけど、で、具体的にって考えると、5番目が感想。自分の感想をどれくらい英語で表現できるか。It was great. That was amazing. だと、日本語で言う、すごかったです。っていう感じですよね。だからそれ以上にもうちょっと具体的に自分の感想を言葉にできるかっていうところが一つ。これ5番目。で、6番目は、自分の感情、喜怒哀楽をどれくらい表現できるか。例えば、感想っていう方は、自分の感想とかを具体的に話せるってことですよね。感情っていうのは、I was happy, I was angry とか、I was mad とか、I was so surprised とかっていう感情表現をどれだけもうちょっと今のレベルより具体的に話せるかなんですよね。例えば、なんか私が英語を聞いてると、ネイティブの人とかの英語を聞いてると、まあ、ハッピーとか、サッドとか、マッドとか、サプライズとか、ショックとか、そういう単語はもちろんものすごく使うんだけど、それだけを使ってるわけじゃないじゃないですか。もう、日本語もそうだけど、ショックでした、楽しかった、嬉しかった、悲しかった、だけを私たち使ってるわけじゃないじゃないですか。だからそれ以外の語彙とかを使って、もっと感情を豊かに表現できるってところもね、ブラッシュアップできるポイントかなと思うし、私もね、うまくできてない。できてないから書いてみた。ほい。では、7個目は、意見ですね。自分の意見を言える。意見を言うっていうこと自体、なかなかね、日本語の環境で、する機会がね、結構少なかったかなと思うので、日本語でも、ね、意見を言うの難しかったですけど、でも、まあ、英語だと聞かれますからね。
ちょっとした会話でも、What do you think? とか、なんか、なんでとか、どう思うとか、あなたの意見はないんで、普通に聞くネタなんですよ。だから、日本よりも意見を言う、意見を言う頻度とか機会が多い。どうでもいい話してたとしても。なので、こういう時にちゃんと伝えられる力があるといいですよね。で、仕事とかで英語使う人は、ミーティングとかした時に自分の意見をちゃんと伝えて、相手に理解してもらうっていうのが必要だろうから、まあその意見通したいじゃないですか。なるべく自分のさ、通したくないのに意見言うことってないですよね。だから通したいから、うん。ちゃんと意見を言うってこと。言える力ですね。これも伸ばしポイント。これもね、私もね、ちょっと弱い。はい。じゃ最後。8番は説明です。説明っていうのは、説明する力です。説明する力です。で、例えばこうしよう。例えば、ズームって今誰でも使えると思うんですけど、使えない、もしくは苦手な人が、知り合いにいたとします。アシスタントさんとか仕事の人でもいいし、お客さんでもいいし、友達でもいいし、義理母とかで、義理父とか義理母とかでもいいんですけど、説明しないといけない。そしたら、それをこうバーって説明できるか。例えば何どうやんだっけ、ズームって。自分で言ってて忘れた。ズームってアプリダウンロードするんだっけ。アプリダウンロードして、で、設定して、じゃあその、ズームミーティング URL をどうやって作る?じゃあもうダウンロードしたとしよう。そこは飛ばそう。相手がダウンロードした。で、その人が、ズーム URL をクリエイトして、それをみんなにメールで送って、時間になったらオープンしないといけないと。で、そこまでの段取りを今、バーっと英語で、どれぐらいわかりやすく伝えられるかなとか、どれくらい止まらずに説明できるかな、みたいな感じで考えるとね。ちょっと身近な例で分かりやすいと思います。はい。で今はただの、ズームのやり方だけど、もっとね、いろんなジャンルの説明っていうのはきっとあると思います。日本の説明とかね。なんか日本文化の説明、大福の説明とかね。大福の説明とかめちゃめちゃしづらいじゃないですか。私できないかもしれない。だからズームのやつはできるけど、大福はできないとかってもし思うんだったら、そういうところをね、磨きポイントなんじゃないかなと思います。はい。ということで、スピーキングアップにあると良い要素ということで、1番、会話力。2番、対応力。3番、持久力。4番は、内容。話のコンテンツですね。内容、中身。具体的に言うと、5番が、感想。6番、感情。7番、意見。8番、説明。というふうに集めてみました。ちょっとこう考えると、あ、なんか私の英語もっと伸びがいありそう、もっと上手くなりそうかもって思ってくれたら嬉しいです。もし思って、If you feel that way, I'm really happy because that's what I want you to, you know, realize that in this video today. はい、それを狙ってます。はい、なので、もしですね、まだまだ伸びるかなって思っている方は、ここら辺、自分でね、今8個の中で、あ、ピンクで伸ばしたいって思ったところからやってみるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、私はね、この夏から、上級者、英語上級者がスピーキングと会話力をめちゃめちゃレベルアップさせるっていうことで、ね、めちゃめちゃこう、熱量を燃やしているんですね。熱量を燃やしてるって言わないか。熱量を投じているんですよね。まあ、とにかくそれが大事だと思ってるんですよ。だから、そういう内容で今、コースとか、メールとか、動画とかっていうのも作ってます。で、今月中にですね、そのスピーキングをめちゃめちゃ上げる秘訣っていう、上級者がさらにスピーキングをめちゃめちゃ上げて、もう、なんか、上がって、もう、ヨーロッパ人かのように話せるようになる。ヨーロッパ人っていうのは、つまり、英語が第一言語じゃないけど、ちゃんと堂々と英語を使っているっていう理想像でちょっと上げてみたんだけど、そういう風になれる秘訣っていう動画をね、作って皆さんにプレゼントしようと思ってます。で、まだね、できてないの。まだできてないけど、できたら一番最初に送りますので、欲しい方は、下のリンクより先行登録しておいてください。はい。ということで、今日は以上です。では、また!See you guys later!